うん、始まる前はすごい緊張した、うん、勝ったら天国だけど負けたら地獄やなって。サムライジャパンチャンネル。それでは今回のレジェンドをご紹介しましょう。2004年のアテネオリンピック、そして2009年 WBC 代表選出、さらにこのサムライジャパンチャンネルには初出場ということになりました。制球力抜群の精密機械、岩隈久志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしておりました。ありがとうございます。岩隈さん、今日はですね、はい、懐かしい話にもなりますけども、うん、もう岩隈さんが世界と戦ってきたお話をですね、はい、いろいろちょっとお伺いできたらなと思いますが、はい、しかしお似合いですね。ありがとうございます。いやなんかね、こう今のね、このサムライジャパンのユニフォームを着てここに出させてもらえると思ってもいなかったので、うん、なんかやっぱちょっと緊張しますね。やっぱりユニフォーム着るって、すごい緊張感あるし、さらにこう日本代表のユニフォーム着るってね、まあ、実際もう本当にその過去に着させてもらった時とかも、本当にこう気の引、ね、き締まる思いでやらせてもらった記憶、ね、うん、ちょうどねこちらにも今ね、はい、ありますけども、これがその当時の、ね、そうですね。そうなんですよね。思い出しますね、いろいろね。思い出しますね。そうですか。そんな話をね今日はねいろいろとしていきたいなと思うんですが、まあ、実際2009年も選ばれた時は同じチームでマークも一緒にいる中でやって、うんうん、そしたらやっぱりこうなんていうんですかね、マー君とかそのダルビッシュ、うん、ダルとか、はい、涌井とかなんかすごく楽しそうにやっていて、僕は逆に聞いたんですね、緊張しないのって聞いたら、全然緊張なんかしないですよって言うんですよ。そなんでしょうね、なんでそうなんだと思っ てなんかそこで僕も、うん、まあ、もちろん緊張してたんですけども、まあそのまあ、当時だんだんそのやっぱりその実力もついてきて、うん、こうメンタル的なコントロールとかもある程度できるようになった部分もあったので、うん、まずその緊張を、まあ、その後輩たちがしないってなったらそんな緊張しなくてもいいんだと思いながら、うん、その場にこういたというか過ごしてましたよね。そうなんですね、はい、そうすると、まあ、この間その2004年の時とはもう自分の中で全然違う空間で時間を過ごせた部分もあったっていうことですね。あ、そうですね、まあ、キャッチャー城島さんはアテネでも組ましてもらって、で今度あその2009年の WBC でも城島さんというところで、やっぱり自分の中でやっぱり2004年のアテネでは全然自分のピッチングできなくて、やっぱりそのちゃんとバッテリーとしても会話ができていたかっていうとそうでもなく、やっぱりもう城島さんサインだけに従ってやっていたなっていうやっぱ記憶だったので、2009年の時には城島さんとも会話をして、僕はこういうピッチングをしたいというかね、うん、こういうボールで自分の投球スタイルをっていう話をしながら、うん、もうとにかく城島さんともいっぱい話をして、それでやっぱりこうバッテリー組ましてもらったので、うん、そういったコミュニケーションも取れたりだとか、うん、まあ、やっぱり後輩たちもいて、まあ、その緊張しないって言われる中で、うん、一緒に過ごしてたので、まあ、あとは松坂さんもね、今度アメリカに過ごしていましたので、はい、うん、そのやっぱりその代表チームになってまた一緒にやれた時にその過ごし方とか、うん、いろんなところでもこう松坂さんにもいろいろ助けてもらってというかね、野球以外のところでも一緒に過ごさせてもらったりとかして、はい、なんかすごくこう充実しながら2009年 WBC は過ごせたので、うん、まあ、自分自身のパフォーマンスもしっかり出せたのかなというふうに思います。まあ、しかし2009年の大会は岩隈さんしびれましたね。しびれましたね。我々はねもう本当ブルブル震えてましたよ。どうなるのかなってね。はい、その話をねちょっと聞いていきたいんですけど、はい、2009年岩隈さんキューバで投げましたね、はいはい、あの時のジャパンの状況っていうのはもう負けれない状況の登板でしたよね、うん、そうでしたね、まあでもあんまり気負いすることなく、あ、そうですか、普段通り入っていけたというか、はあ、うん、僕はその前の、うん、キューバ戦で、うん、途中1イニングだけ投げさせてもらったんですね、うんうんうん、松坂さんの後に、はい、まあ、そういったところでもサンディエゴで投げさせてもらえたっていうのもあったので、うん、でも先発する時にもすぐ入っていけたというか、はい、なんかそういう感じでしたかね、うん、まあ、まあ、いろんなプレッシャーもあったかもしれないですけど、はい、
まあ、今やるべきことをしっかりやろうっていうか、そんな感じで考えることができたのかな。うん、そうなんですか。はい。ただもう城島さんとのリードをしっかりこう、うん、まあもう本当にこう一個も首振ることなく、もう本当にこうリズムよく城島さんが出すサインが2球目厚木投げるときに、うん、あこのサイン来るだろうなと思って、もそのある程度握りも用意しながら入れたので、それぐらいこう息が合っていたので、まあだからそうですね、間違いの犯さない投球はできたのかなっていう、うん、まあ、その時もね本当にゴロアウトが、ね、たくさん取れたっていうのも ね大きかったと思いますし、あの例えばそのボールの問題とかマウンドの問題とかっていうのは特にそれもそんなに気にならなかった感じですか。そうですね、当時気にならなかったですね。なんか逆にボールもこれだけ動いてくれるんで、それを利用して投げようっていうか、うん、あの僕は投げやすかったですね。まあ9番打線とにかく早打ちでしたので、いかにこう追い込む、うん、まあファーストサイドとにかく早く取って、バッターにとにかく打ち気にさせてボール球を振らせるかっていうところが、うん、きっちりハマったっていうのはありましたね。一番その時にハマった、まあ、球種なのか、まあ、コースなのかって何ですか、その勝因としては。まあ、やっぱりスプリット、まあ、フォークですね、当時投げて、はい、まあ、それが一番こういいところに落ちてくれましたし、うん、それをやっぱりワンバンになるボールを相手バッターもどんどん振ってくれたので、うん、まあ、そこら辺をうまく城島さんリードと、あのしっかり自分自身もちゃんとそこに投げる意図っていうものを分かった上でしっかり投げれたので、うん、それが良かったですね。あ、そうですか。はい、じゃあもうそのキューバ戦に入っていくまでのコンディションもメンタルも最高の状態でいけたっていう、うん、そうですね。はい、まあ最初アリゾナに入って少しこう時間があって、うん、そこで時差調整とかしながら練習できたので、はい、僕はまあ登板なかったんですけども、そういった中でもリラックスしながら過ごせたので、うん、まあ、そういった時に松坂さんとか食事に連れてってくださったり、うん、本当に投手陣をみんなこう食事連れてくれたりとか、うん、ゴルフも行きましたんで、投手陣みんなで、はい、それぐらいこうなんていうんですかね、やっぱりオンオフをうまく切り替えることができたっていうか、そういったところもね松坂さん全部してくれてたので。そうだったんですか。そういった意味ですごく楽しく、あの過ごすことができたっていうか、まあ、僕はやってて思ったのは、うん、やっぱり2連覇2連覇っていうふうに言われていて、日本のラウンドの時の方がより緊張したというか。それはなんでですか。やっぱり、うん、球場でやっぱり日本のお客さんがやっぱりあんだけいる中で投げる、はい、でやっぱり期待もすごいっていうところ で、はい、ですごい緊張したなっていうのももちろんあったんですけど、うん、ただ僕はやっぱりその2回目、あその第2回の出場だったので、うんうん、2連覇っていうことをあまり考えずにというか、まあ、しっかり楽しみながら自分の中 のできるやるべきことだけやろうって決めてたので、それが良かったのかなっていう。例えば2連覇でまた代表のユニフォーム着てるからやらなきゃいけないとか、うん、というところだけ考えなかったので、まずやっぱりその楽しみながらとかいうのも一つあったので、なんかその辺はこう2004年からの2009年の間にやっぱ成長できたのかなっていうのも思いますし、ね、多分その2006年の WBC も参加されて、2009年も出てる選手の人たちの方がプレッシャーあったんじゃないかなって思いますよね。ちょっと旗で見てて、はい、そんな感じはしました。そうですか、はい。いや、あの時の雰囲気はですね、もうアウェイですね。やっぱり韓国のファンの応援がすごくてはいはい、はい、そんな感じではあったんですけども、うん、僕はその日本のラウンドで韓国戦に最初投げてましたので、うん、はい、相手のバッターの特徴をやっぱりある程度知っていたっていうのがあったから、まあ、決勝でも、まあ、その始まる前はすごい緊張したんです、うん、もう吐き気がするぐらい、うん、なんかブルペン投げてもストライクあんま入らなくて、どうしようどうしようみたいな感じはあったんですけど、うん、実際マウンド上がったらもう普通に入れて、うん、でもうあとはもう決勝でしたし、うん、後ろの先輩たちもあの投げれるピッチャーもたくさんいましたので、うん、だから自分の本当にこう精一杯思い切っていけるところまで行こうって気持ちでやった結果だったのかなっていう。そうなんですね、はい、そうすると本当にもう今の話聞いてるとご自身 そのマイナスになる要素はほとんどもうメンタル的にも何もなかった感じですよね。そうですね、やっぱりなんか
僕一つ本当に良かったのはやっぱ城島さんとしっかり話すことができて、うん、どういうボールを投げてでどういうボールでこう打ち取るとか、うん、そういった部分がちゃんとこうコミュニケーションを取った上で自分が分かった上でちゃんと投げれたっていうのもあったので、うん、だからボールが違ってもある程度このぐらい落ちてくれるこれぐらいスライダーにしてもシュートにしても動いてくれるっていうのがあったので、うん、そこをうまく利用しながら投げれたのかなっていう感じでしたので、うん、まあ本当にこう自分のパフォーマンスもしっかり出せたなっていうそんな大会でしたね。じゃあもうご自身の中ではやりきったぞっていうのが、あ、それはありましたね。そうなんですね、はい、いや、数字をね改めてその見てると岩田さん 4試合、はい、20イニングでわずか自責点3、ね、数字見たらうわこれMVP じゃないのっていうねえ思ったんですよね、まあ、もちろん皆さん頑張ってましたけどね、はい、松坂さんが、ね、そうですよね、はい、当時もね、すごく言われましたけど、はい、まあ、松坂さんもあの時も、ね、あの本当に自分声かけてもらって悪魔が MVP だよとか言ってくれたんですけども、いやいやもう僕なんかからしてみたらもう松坂さんがいなかったらこういうピッチングもできなかったなっていう、うん、やっぱりアメリカでの過ごし方とか、はいはいはい、もう全然こうあの違うじゃないですか、やっぱりもう日本とは違うので、うん、食事行ってもやっぱりその全部こう一緒に連れてってくれて、うん、やってくれたりとかしてくれたので、うん、まあ本当にこう過ごしやすい環境でゲームに入りやすいっていうそういうのをこう松坂さんが投手リーダーとしてやってくれてたので、うん、それを見ながら僕らもできたっていうのがありましたから、はい、本当こういい雰囲気でやれてたかな、うん、球児さんなんかも、ね、すごく楽しみながら、うん、まあ、本当にこう球場にいる時とユニフォーム脱いだ時のやっぱりオンオフの仕方とかも上手でしたし、うん、まあ、本当にこう僕がマウンド上がる前とかも和ましてもらえたりだとか、まあ、一個脅しはありましたけどね、教えてください、勝ったら天国だけど負けたら地獄やなとかその投げる前に決勝前に決勝前だったかなそんなありましたけど、え、それどのタイミングで本当にもういやもうウォーミングアップぐらいの時頑張れみたいなで最後に一言そんな感じでしたけど、まあでもそうやってこう逆にね、多分アップから僕の表情を見た時に緊張してるなっていうのが見えたから和ませてもらえたと思うんですけど、そういう記憶とか残ってます。いいですね。なんか球児さんの関西テイストのそういうね。まあこれもね、本当にこの休みの時間とか、そのユニフォーム脱いでる時間とかも球児さんとかも一緒にいつも過ごさせてもらったので、なんか本当にそういった関係を作れたっていう、まあそういう期間だったなっていうのを思いますね。でもね、まあそんないろんなね、そのものを乗り越えて掴んだ、まあ、チャンピオンということだったんですが、その何か今日岩隈さん記念の品物をお持ちいただけたということで、はい、そうですね、はい、ちょっと見せて、はい、チャンピオンリングを、お、またおしゃれな、お、はい、おー、素晴らしい、ちょっとよかったこれを、はい、へー、それ背番号も入って、はい、背番号と名前が入って、うん、うーん、もらった時はやっぱりやり遂げたなっていう思いありました。いやー、そうですね、嬉しかったですね、本当に、今でも大事にそれを感じて、そうですね、はい、あ、そうですか、なかなかでもあれですね、迫力ありますよね。いや、ありますね、やっぱりつけました、岩隈さん、つけました、つけました、どこの指にフィットするような、これはですね、確かもうね、どこにか薬指に、あ、じゃあこの人差し指に入るようにしたんです。 そうです、あ、それは自分でリクエストできるんです。そうなんですね、はい、へ、この人差し指にって言って、ちょっとそれつけたもの、これないいいじゃないですか、はい、へ、それつけるとまた余計にいろんな思い出を蘇るんじゃないですか。そうですね、ね、あ、うん、まあ、確かにプレッシャーもちろんあって、だと思うんですけど、でもすごく、だからまあ日本ラウンドの方がやっぱりもう本当にファンの期待とか、もう勝って当たり前ぐらいの勢いの応援でももちろんありましたし、盛り上がりもすごかったので、僕もやっぱり韓国戦に投げた時もすごく緊張しましたけど、アメリカ行ってからの方が
まあ、やりやすかったかなっていうか、逆に、はい、余計にちょっと集中できるかのような、そうですね、まあ、例えば新聞とかで情報を見ることもないし、あ、なるほどね、はい、もうとにかくその環境というかその空気を感じながらやれてたので、そうですね。国際舞台を経験して、でその数年後に岩川さんマリナーズの方に、はい、ね、行くということになりましたけども、うん、そのメジャーに挑戦するという気持ちは今までの2つの世界大会から何か紐づくものってあったんですか？はい、あ、やっぱりありましたね。特に WBC を経験して、はい、やっぱアメリカの地で野球をやって、うん、やっぱあのマウンドで投げた時のあの空気とか、うん、雰囲気っていうか、まあ、そういったものとかで、うん、チャンスがあればメジャーでやってみたいなって気持ちになりましたね。はい、まあ、松坂さんも言ってましたし、はい、やっぱそういうその先に行った先輩たちもいろいろ見たりして、はい、見てましたので、はい、へ、じゃあもう向こうに行ってそういういろんな経験をまたしたいというところからマリナーズということで、はい、マリナーズがね、いろんなかつて先輩がずっと行かれてた球団だったんで、はい、ね、環境的にはどうでした？いや、すごい、うん、本当にやりやすい環境でしたね、うん、もうイチローさんもいましたし、うん、で僕入った時宗も、川崎宗も一緒に入団しましたので、ね、同級生、同級生でしたから、まあ、本当にこう、ね、飛び込んだ地ではあったけども、うん、やっぱりそういう先輩たちもいたし、うん、同級生もいたので、やっぱり楽しく過ごせたというか、うん、やっぱりいい入りができたなっていう、そんな思いでしたね。その12年シーズンからでしたかね。そうですね、はい、その初年度からどうですか、その岩隈さんのパフォーマンス的にはうまくいけた方なのか、それともちょっと最初はやっぱり大変でしたね。その WBC 経験してボールもなんとなくいけるとは分かってはいましたけども、はい、やっぱりバッターを知らなかったので、どういうスイングするのかとか、実際メジャーのストライクゾーンが広いとかもやっぱりいろいろ言われてる中でも、どこがストライクなのか本当にやっぱ分からなかったので、まずそこを探るというか探さなきゃいけなかったりだとか、実際やっぱりやっぱナイターであったりとか、いろんな地でこう調整する中でボールの感覚とか全然違いましたので、やっぱ WBC の期間と全然違うなって感じがする中で、ボールのアジャストとかするのに多少時間がかかって、で最初はロングスタート、ロングマンとしてその中継ぎスタートでしたので、うん、はい、まあ、とにかくその中継ぎもやったことなかったんですけども、あ、まあ、メジャーにはとにかく挑戦しに来たので、そのいろいろやってみようっていうところからやれたっていうのも良かったかもしれないですね。今振り返ればやっぱメジャーの経験も自分のプラスになりました？いや、なりましたね、うん、やっぱりそのメジャーで得たことって本当にこう野球を楽しむというか、うん、よりこう、うん、その力と力の勝負の中で、うん、どれだけ楽しめるかというか、まあ、特にその野球を始めた頃の小学生の頃って楽しいしかなかったっていう、うん、はいはい、そういった野球にこう戻れたっていうかね、それがいい場所だったなと思いますね。やっぱ日本の場合はやっぱりそのやっぱり勝たなきゃいけないとか、なんていうんですかね、こう、まあ、日本の野球しかその当時はやってこなかったんで、それが当たり前だと思ったんですけど、やっぱその真剣にやるところが、まあ、日本のいいところでもちろんあるんですけども、やっぱメジャーのそのいいところというのは、そのもちろん戦ってる時は真面目なんですけども、ただやっぱりその野球を楽しめっていうところがもう全然違くて、最初は楽しめって言われて何を楽しめって言ってるのかなって思うぐらいだったんですけど、やっぱりその本当にこの特にメジャーの場合はこう1年間一緒にいることが多いので、そういうファミリーのような形でこう選手のリスペクトであったりとか共感する部分であったりといった、そういった部分での本当にこう日本とメジャーの違いがより出る場所で、すごくそういうところで楽しみ方とか、やるときはやるし、ユニフォーム出た時の楽しみ方とか、やっぱりこの盛り上がり方とか点入った時のやっぱ一体感とか、そういったものはまたちょっと日本と違うなというところで、やっぱこれは確かに小学生の頃楽しんでた野球だったよなとか、うん、そういうふうに振り返れる場所でもあったので、そういった意味ではすごく楽しかったですね。ちょっと野球感もそれで変わったかな。変わりましたね、はい、はあ、そうですか、ね、今そういった中でその岩隈さんが、ね、その若いメンバーを見ていて、
この選手はちょっとやっぱ皆さん注目してほしいな、 WBC では見たいなとか、そんな選手います？まあ、やっぱり今そうですね、佐々木朗希投手なんかはね、もう、はい、チャンスありますからね、次はね、もう入ってくると思いますから、やっぱりそこでね、やっぱり日本のまたピッチャー陣の素晴らしさというところもね、見せつけてもらいたいなと思いますし、まあ、大谷選手もね、あ、そうですね、出てもらいたいですよね、できれば本当ですね、やっぱり日本の宝でもあるからこそ、日本でね、日本の代表としてね、戦って、いや、今挙げた、ね、名前2人、そうです、もう皆さん、日本の応援してる皆さんも本当見たいなっていう2人ですよね。そうですよね、はい、この間の、ね、その佐々木選手の投手の、ね、はい、パーフェクトゲーム、あれどうご覧になりました、見てて。いや、すごいですよ、だって160何キロのまっすぐを、まっすぐって分かってて打てないんですもん。ってことは163キロ4キロのボールがより速く感じてるんだと思いますし、やっぱそのフォークボールがまっすぐとフォークだけでも十分通用するっていうところで、バッターもまっすぐだと思って振りに行ったらフォークだった、でフォーク来るなと思ったらまっすぐズドンってきて手が出ないとかだったので、やっぱりそのもう出来上がってますよね、能力としてはね、はい、ちょっとそうすると、まあ、海外の選手相手にも十分にも十分に、はい、通用すると思いますね。ああ、そうですか、見たいですね、見たいですね。またね、本当に大谷選手がね、WBC の日本代表に入ったらね、まあ、本当に佐々木朗希選手もし入れば、まあ、まず一緒になったこともないわけじゃないですか、だからそういった中でね、いいものをこういろんな話とかしながらね、また日本チーム、まあ、本当にいい選手たくさんいますんで、まあ、そういった選手はたちでこう一つになれば、世界一は間違いなくできると思うんですよ。日本のやっぱり野球はレベル本当に高いなと思うんですよ。やっぱり僕もメジャーで戦ってきましたけども、実際パワーで言ったらそれはもう世界の方が上にはなるんですけど、野球の仕方とか実際一人一人の力っていうのはそんな差はないので、日本一は、世界一はもう奪還できるんじゃないかなと思います。そうだな、まあ、やっぱりそうですね、難しいですね、日本代表とは。でもやっぱり国のやっぱり日の丸を背負って戦うものの、やっぱなかなかそこを経験できるものじゃないというね、ところから来るものって、何かその岩隈さんの心に残ったものってあるのかなってね、自分の持ってるパフォーマンスをしっかり出す場所でもあるのかなっていうところですね、いや、岩隈さんが本当にそんな辛い時のメンタルもありながら、そこを逆境を跳ね返して2009年につながっててで日本一、世界一につながってという、いや、なんか話がね、つながったなっていう気がしました。あ、これをご覧いただいている、ね、若い子どもたちにもいろんな思い、気持ちを持って楽しんで岩隈さん野球をやってもらいたいと。いや、もうそうです ね, ね、はい、でも本当にたくさんたくさんこうチャレンジしてもらいたいですね。まあ、でも日本代表入るのもね、やっぱり誇りだと思うんですけども、それもいい経験になりますから、その自分ができたできなかったっていうのがあっても、いい経験に自分 の, その財産になりますんで、まあ、とにかくチャレンジしてもらいたいなと思います、そうですね、はい、そしてまた次の大会をね、岩隈さん、我々みんなで応援したいですね、そうですね、応援したいですね、そうですね、ということで今日はですね、侍ジャパンチャンネル世界を知るレジェンドインタビューということで、岩隈久志さんをお迎えしてお送りしました。岩隈さん、最後はちょっとカメラに向かって何かメッセージをいただけますでしょうか。はい、そうですね、今日は本当にこういう場を本当にこう出演させていただきましてありがとうございました。まあ、でもこれから日本代表、まあ、侍ジャパンがね、もっともっとこう日本のね、本当に世界一を示せるっていう場所としてね、ファンの皆さんもね、期待も大きいと思いますけども、必ず日本の野球は世界で通用して世界一になれると思いますので、僕も、侍ジャパンを応援していきたいと思います。岩隈久志さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
サムライジャパンチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。